比叡山その選手権ね、どうして天城でやることになったんですか？いや、コースの2回はね、その時はなかった。コースの2回、コースを貸してもらえる2回はね、本当に少なかった。でも社長のほら、インストラクターやってたじゃない、私。ね、それで社長も言うことを聞いてくれて、ゴルフ好きで、ね、あの日活の社長も。それであそこやってたのは、社長は遊びに来るだけで、息子の慶応での人、あの社長の息子ね、その人が日活やってたわけで、その人があのやってくれるっていうことになって、ほいでみんな自分のところであのお願いして研修会やったり、あんまり立派なところじゃない、あのなんだ、清水さんとこは河川敷だからダメだったけど、あそこでも研修会などやってもらってね、コースの理解を得て、あと川のホテルとそれぐらいだったですよ、やっぱりコースの2階があったっていうのは。だ男子 のプロを養成、そういう気持ちが社長にあったみたいな、あの倉、何倉さんっつったっけ、大倉さん、大倉さんが。だってみんな石井不二雄さん、石井智夫さん、みんな川名から育ってんだ。ほいでさっちゃんと伊代さんはちゃんと認められて、あの女子プロになったのね。だから研修会も随分やってもらいましたよ、川名ホテルで。これ二瓶さん、あの天城のそう時の20年史の写真なんですけど。そうなんですね。樋口さんと回ったんだ、最終日に。最初1日目終わって樋口さんとトップでタイだったんですね、二瓶さんと。そうですね、はい、ずっとタイで来たのに最後でやっちゃった。せっかちなんだね私は。それで、ここあの女子オープンで、はい、やっぱり小坂さんなんか、あの清本さんもいたし、この頃清本さんはあのアマチュアだったでしょ、ずいぶん2回負けてプロに入れたんだから、プロが2回負けて、あの2回っていうのは豊臣レディースだけじゃなくてもう1回あるんですか？ありますよ。私勝ちそうだったんだけど勝てなかった、あのどこだあれは、西の方、うん、私坂本さんに胴上げしてもらってる写真があるんだけど、あの時だな、あの2回負けたんです。あ、そうですか。豊臣の時はあれはいいコースでね、あの定法、うん、長いコースで、だから女子プロも強いと思ったんだけど負けて、片方はねそんなに長くなかったんだわ。まあ、この人だけだよね、アマチュアからプロ転向したっていうのは、はあね、その最初、ね、越谷でその TBS 女子オープンを始めた頃って、うん、アマチュアゴルファーってやっぱりいいところの人ばっかりじゃないですか。そうですよ、うん、そのはアマチュア 女性のアマチュアゴルファーとプロのなんか立場の違いみたいなのは結構あったんですか？やっぱり立場の違いっていうか、世間体でやっぱりね、あのあったんですね。いいとこの要するにお金もかかる娯楽だし、やってる人があのまだまだ一般的じゃなかったんですよ、あの時は。だからお金持ちの歴史のあるうちの、もうゴルフ以外でも分かってるような人きりゴルフやってなかったもんね。でも普通で終わり頃はあのちょっとそういう人が資料だけど、あの何ですか、あのバーの飲み屋のバー普通に3人ぐらいいましたよ、うん、ちょっと私辞める近くだったけどね、うん、でさ最後頃にはあのバーのマダム来てましたけどね、あの何つったかな、あれあの人女子オープンなんかもあのアマチュアの試合にも出てた、ゴルフ好きで。あとはね、女の人はいい加減な
人はあまりいなかったですね。あのそれからご夫婦でやってゴルフ好きだった人はあの子供服のなんだチャイルド、うん、あるでしょ、あのご夫婦が着てたのよく。それであの私覚えてるのはそのご夫婦にの旦那じゃなくて奥様に二平さんは女の子なんだからね、もうちょっとね女の子らしい洋服とあんたうちの旦那みたいと同じもの着てんじゃないって言われてさ、でちゃんとしなさいって言われて、それでそういえば生地はあげるとね、それで私の作ってる洋服屋紹介するからそこに行って洋服作ってきなさい、ズボンもそこで作りなさい言われました。そういえばそれで生地をもらってそこで初めてオーダーの洋服を、それも不注だったです。この頃着てらっしゃる服っていうのはこれは女性用のゴルフウェアってまだなかった？いやこの時はあったですよ。あ不注の時はね、これはあの だからねみんなほとんどショップとかさコースに勤めてんのはもうほんと1割ぐらい切れない、この中でも。だからねみんないい格好はしてるし、だから我々も買ってきたんじゃないかねこれ、うん、きっと